こんにちは、ようこそお越しくださいました。さあ、まずは日本のメディアの皆さんにご挨拶いただきましょう。お願いします。ありがとうございます。はい。挨拶します。せーの。 こんにちはライズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。声を揃えてご挨拶いただきました。ではお一方ずつ順にご挨拶していただきましょう。ソンちゃんさんからお願いします。はい。こんにちはライズのソンちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。翔太郎さんです。こんにちは、えー、ライズ翔太郎です。よろしくお願いします。運足さんです。

ビシッとで、ね、スーツを決めていただきました。かっこいいですね。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おしき店長へ受注さ、感謝します。ではどうぞおかけいただいて、ここからはお話し伺っていくことにいたしましょう。はい、はい、ありがとうございます。さあ今回ロッテ免税店東京銀座店が 八年ぶりにリニューアルオープンするにあたりまして、ライズの皆さんにお越しいただきました。このオープニングセレモニーのために来日されたということで、ウォンビーさん今のお気持ち聞かせてください。はい、新しい銀座店のお祝いに来れって嬉しいです。大きく変わったと聞いて楽しみです。まあ嬉しいですね。ぜひ楽しんでいただきましょう。そしてこの東京銀座店はリニューアルをいたしまして、八階では。 出国ししなくてもおお買いい物がお楽しみいただけますライ唯一の日本人メンバーである翔太郎さんはどんな商品買いたいですかはい、えー、っと免,税あの免税店といえば出国しないとあの使えないイメージがあるんですけれども、えー、このロッテ免税店東京銀座店での,の8階では出国しなくてもあの k p o p のグッズだったり、えー、可愛いいキャラクターあと流行りのファッションアイテムなども使えるのですごくいいと思いました。 ええー、あと、えー、僕はあの銀座フレンズであの日本と韓国のキャラクターなんかを買いたいなというふうに思いました。ありがとうございます。ソンちゃんさんは何を買いたいですか？ああ僕は日本に来たらあいつもテクストフリーショッピングをします。ああ八階には韓国の人気ファッションブレンドがたくさんあるので楽しみです。 いいですねタックスフリーでショッピングお得にねお買い物楽しんでくださいさあそしてライスの皆さんは海外への出国も多く免税店でのショッピングも楽しんでいらっしゃるかと思いますが9階ではどのような商品をデューティーフリーで購入したいとお考えなんでしょうか運ささん教えてください海外に行くときはいつも免税ショッピングをします。 特に魚介には日本の化粧品がたくさんあるので、ぜひ買いたいです。はい、いいですね、ぜひぜひお買い物してください。ソさんあ。今回のリニューアルでもっと広くて帰ってきて、余裕のあるショッピングができるようになりました。日本の化粧品を家族に買ってあげたいです。わ、いいですね、優しさが伝わってきます。<laughs> さあ広々とした店内でゆっくりお買い物をお楽しみいただきましょう。さあということでまだまだお話し伺いたいですし、皆さんがとっても日本語をお上手なのを驚いているんですが、最後にファンの皆さんに向けて伝えたいメッセージ、アントンさんからお願いします。はい、今日は来てくれてありがとうございます。東京に遊びに来たらぜひ新しい露ッ面前店に来てください。 よろしくお願いしますありがとうございますいやもう皆さん本当にお上手な日本語でご挨拶をしていただきましたではどうぞその場でお立ちくださいじゃチャリさんいらないでしょゲストはロッテ免税店公式モデルのナイスの皆さんでしたありがとうございましたありがとうございました,あり,ましたありがとうございます,いますでは一旦ご講談いただきます<え>ありがとうございます ございました。ありがとうございま,ざいます。ありがとうございました。いや、かっこいいですね。ありがとうございます。テープをお持ちいただき。お花の右側にテープを添えてお待ちください。おち、円、直、径。テープを切らないようご注意ください。 でではそののままままセンターのオフィシャカメラマンから目線いいいいたきすす皆さん笑顔お願しご個別に目線必要なカメラマンさんいらっしゃいますでしょうか。 では向かって左手ブロックで手を挙げていただきましたカメラマンの方です他いかがでしょうよろしいでしょうかよろしいでしょうか大丈夫でしょうか それでは私の321どうぞの合図でテープにハサミをお入れいただきます。それででは参りまいりすすロッテ免税店店東京銀座店リニューーアルオープンです 3, 2, 1, どうぞ 見事にハサミが入りましたロッテ免税店東京銀座店リニューアルオープンです大きな拍手をお願いいたします東大社の皆様来週の皆さん本当にありがとうございましたではどうぞゆっくりで結構ですご講談いただきますハサミなどもお預かりをいたしますよろしくお願いしますありがとうございます見事にテープにハサミをお入れいただきましたありがとうございます ではゆっくりお進みください登壇者の皆様本当にありがとうございました段差がございますのでゆっくりで結構ですお進みくださいありがとうございました